50回ぐらい試作とかを繰り返す繰り返してやっと見つけた味なの何、えー、だろうちょっといつもと違うあの大人でシックなドレスを着てきたのとメイクも少しあのツヤのある。 なんか大人なメイクにしてもらいましたえーなんだろうやっぱり舌触りとかだよですよね<ー>えっと、なんか食べた時の舌触りとか重みとかほんと数パーセントの米粉を入れる入れないっていうそういうのもいろいろやって50回ぐらい試作とかを繰り返す繰り返してやって見つけた味なのでもなんか本当になんか白ってなんか想像してなかったよねそうですねでなんか今回 ただ全然簡単じゃなくて白はすっごく難しかったよね。もうすぐクリスマスだからちょっとそのクリスマスのデザートとして家族みんなで食べたりとかしてもらいたいなとも思うしなんかサイズもちょうどいいこのぐらいのサイズだからなんか恋人とかいる人はなんか恋人にあげたりとかもしてほしいしでもこの白はもうほんと食べると なんかとろけるような雪見だいふくみたいな雰囲気の味だから <laughs> そうだからなんか <laughs> なんか子供が食べてもおいしいと思えるようなおいしさだからぜひ子供にも食べてほしいなとクリスマスはあのちょっと海外に行く予定だったんだけど急遽ちょっと変更して何しようかなって。 って考えてたらお友達が誘ってくれてだから、ちょっとその日はクリスマスパーティーをするんだけどプレゼントも買いに行こうかなと思ってるのなんかちょっと特別な普段つ着けないようなリップカラーとかーそういうちっちゃな化粧品とか嬉しいかもしれないなマニキュアとかうん。じゃ